はい。ダイワピュアラブです。三浦春馬さんの最後の出演作、金恋に、これでもかとイルミナティの象徴が出てきます。猿の上にプロビデンスの目の形のカメラが付けられています。猿 イコール日本人、カメライコールイルミナティと考えると、日本人はイルミナティに監視されていると言っているのだと思います。松岡真由さんの T シャツはデビットボーイが印刷されています。 デビット・ボーイといえば、イルミナティのメンバーだったことでも知られています。デビット・ボーイの最後の遺言が、Google はイルミナティ、イルミナティは Google という言葉を残して言ったことでも有名です。そして、 イルミナティの小二性愛、アドレノクロムの象徴と言われるホワイトラビット、白いうさぎも登場します。白いうさぎはヒロインの松岡真由さんが見かけると目で追ってしまうほど大好きなものとされていたり、バスの瓶が白いうさぎとされていたりしました。 白いウサギを追うという描写は、イルミナティが白いウサギ、つまり未成年の少女たちを追っているということを表していると思います。また、第1話の冒頭で、三浦春馬さんが 大量に持ってきたイチゴのバームクーヘンを三浦春馬さんめがけて大量に投げつけるシーンが出てきます。イチゴといえば三浦春馬さんがインスタライブでイチゴを CIA イルミナティに例えて CIA イルミナティの悪事を見逃すことができないと語っていました。 三浦春馬さんが着ていた T シャツがブラッティー・マリーという血を表すものになっています。血といえばイルミナティは血液クレンジングなど血を抜くということでも知られています。イルミナティの創設者で初代アメリカ大統領の ジョージ・ワシントン、アダム・バイス・ハウプトも、イルミナティの悪魔の儀式、血液クレンジングで亡くなっています。また、イルミナティは、血、つまり、えー、世襲というものを非常に重要視していて、イルミナティのほとんどのメンバーが世襲だと、 イルミナティのロナルド・バーナードが証言しております。日本でもイルミナティの関係者、CIA のエージェントというのはほとんど世襲ですよね。安倍総理や麻生さん、小泉さん、などなどですね。うん、ご視聴いただき、 ありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。